勝がノックアウト。公式計量は110パウンド。タイ王国出身、タイ王国ライトフライ級チャンピオン、ガウラちゃん、チュアタナ。タイのミニマム級とライトフライ級を制した2階級王者、ガウフラチャーン・チューワッタナ。タイの実力者を相手に井上尚弥は左手一本で戦うと、それをテーマに挙げました。怪物井上尚弥の第2戦、50キロ契約級フライ級での8ラウンドです。日本最短6戦目での世界王座奪取を狙う井上尚弥のプロ2戦です。試合開始のゴングが鳴り響きました後楽園ホール。2013年のボクシング界の幕開けはこの怪物井上尚弥のプロ第2戦です。赤いグローブに赤いトランクスが大橋ジムの井上尚弥、19歳、ボクシング界の超新星。そして黒いトランクス、青いグローブ、タイのガウフラチャーン・チューワッタナ。ミニマム級とライトフライ級、タイの2階級を制覇したチャンピオンです。左ジャブ飛び込んできたガウフラチャーンです。解説は元WBA 世界スーパーバンタム級チャンピオンの佐藤治さんです。佐藤さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの注目の井上の第2戦、どんなところに期待されますか？右ストレートを打った井上です。そうですね、やっぱりスタイリッシュなボクシングと軽量級とは思えないパワーを持ってますからね、はい、非常に楽しみですね、はい、今日は50キロ契約級フライ級に相当するこの階級での第2戦です。左フック前出てきたガオルファちゃん、今日は八重樫明が半年ぶりの再起戦にも上がるリング、その八重樫と同じ50キロ契約で今日はリングに上がる左ジャブ井上です。フックを見舞っていきました。井上左フック当てた、飛び込んできたガオフラちゃん、リングの中央で揉み合い、右アッパーを当てたガオフラちゃん、それをなんとか振りほどいた井上です。まずはステップを踏んで距離を少し取りました。左ジャブ前後の動き少しずつ追い込んでいく、相手のパンチをガードした井上左フック、すでにガオフラちゃんの右の方のあたりが赤くなっています。右ボディストレート井上です。素早い前後の動き、左フック一発失神、ノックアウト、意識が飛んだ。タイの2階級チャンピオンガオフラちゃん、強かったな。まだ1ラウンド1分以上が残っているが、レフリーが試合を止めました。テクニカルノックアウト、怪物井上尚弥、デビュー戦は4ラウンドナックアウト。この第2戦はタイの2階級チャンピオンを相手に1ラウンドテクニカルナックアウト勝利。アマチュア7冠、19歳の行く先は果たしてどんな栄光が待っているか。昨年はオリンピックの夢破れ、プロ転向、そして10月にデビュー戦、2010年は内容の濃かった1年、今年は日本、東洋のベルト、そして世界挑戦を口にしています。レフェリー杉山敏夫が転換運動を数え上げたタイムは1ラウンド1分50秒、井上尚弥史上最短井岡越えを狙う6戦目での世界ダッシュを公言した井上尚弥、1ラウンド1分50秒ナックアウト勝利。佐藤さん、はい、どんな試合をと想像する前に試合が終わってしまいました、ね、はい、一言お願いします。いや非常にいいパンチでしたね。生で見てて音聞いてても音が違いますから、パンチの強さが分かりますね、はい、それではその井上の声です。それでは勝者の声を皆様お聞きください。1ラウンド KO 勝ち、井上尚弥選手です。ありがとうございました。さあまずこの1ラウンドでの KO 勝利いかがでしょう？いやまあ KO 勝利で勝ったことはすごく嬉しいんですけど、ちょっと会場に足を運んでもらった皆さんにちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいです。これで2試合連続 KO 勝ち、強さを見せましたね。いやまだちょっと出だしとかすごいガチガチで硬かったんで、もっとプロのキャリアを積みたいなと思います。まあ、前回は4ラウンドで KO 勝利、
その時には最短での世界奪取にはまだまだというふうに納得がいっていないようでしたけれども、今日の試合内容いかがでしょう。まあ、試合内容的にはまあ相手の内割りにカウンターとか、まあ、結構失せてたんで、まあ、次ですよね。次のまあ相手にしっかり、もっとレベル上がった相手にしっかり勝ちたいです。皆さん気になるのはその次だと思うんですけれども、今年の目標、そして集まったファンの皆様に向けメッセージとともにお願いします。まあ、今年はまあ、日本タイトルか東洋タイトルしっかり取って、皆さんにアピールできるようにしっかり、まあ、また練習して、まあ、この場にまた来たいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。見事デビュー2戦目1ラウンド TKO 勝利を収めました井上尚弥選手でした。おめでとうございます。佐藤さん、はい、井上尚弥がいつ世界挑戦するのか、それがまず注目されます。そうですね。実力はどうでしょうか。いや、もう今からでもチャンスあると思いますね。はい、この左フックのタイミングと威力というのはこの階級ですが、いや、パンチありますね。やっぱり本当に軽量級とは思えないパワーがありますね。はい、なおかつ今日の相手は小さいサイズだったんですけども、その相手に対してピンポイントでうまく合わせましたね。はい、非常にいいパンチでした。はい、大晦日2階級制覇を達成した井岡越えなるか。井上プロ2戦はナックアウト勝利。この後はあの激闘から6ヶ月、八重樫東が復活のリングに上がります。 WBA チャンピオン、その日日本ボクシング界の歴史に新たな伝説が刻まれた。